熱帯低気圧に関する最新情報をお伝えします。現在カロリン諸島付近にある熱帯低気圧、今後発達し台風になると予想されます。まずはこちら熱帯低気圧、雲の様子から見ていきたいと思いますが、カロリン諸島付近、まだまだまとまりきってはいないんですけども、ちょうどこの付近で雲の塊がありますが、こちらの方が熱帯低気圧という形になります。で、今後の予想になりますけども、まずは今日6日15時現在ですが、1400ヘクトパスカル、最大風速が15メートル、最大瞬間速が23メートルで西にゆっくりと進んでいます。明日7日15時には最大風速が18メートルを超えて、こちらの方は熱帯低気圧から台風になっているものと予想されます。その後少し西寄りに進路を取り、11日の月曜日15時にはフィリピンの東海上に到達しているものと見られます。中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで北西25キロで進んでいると予想されます。今後の進路についてはまだまだブレ幅がありますので、最新情報を確認するようにしてください。また詳しい熱帯低気圧に関する情報などはアプリウェザーニュースもご覧ください。